バルエリは、ブラジルのサンパウロ州、大サンパウロ都市圏の北西部に位置する都市。人口は265,549人、面積は64平方キロ、人口密度は4,149.2人、平方キロである。北で、サンタナでバルナイバと、東で、オザスコと、南東で、カラピクイバと、南で、ジャンジーラと、西で、イタペビと隣接する。 サンパウロ都市圏鉄道会社8号線が通る。1920年のセントロ地区、バルエリとは、トゥピグ・アラニー語族の言葉で、びっくりする赤い花を意味する。歴史家によれば、バルエリの歴史は、イエズスカイ宣教師のジョゼデアンシェータが、ノッサセ・リオーラ大スカーダ・レ拝ハイと入植地を建設した1560年11月11日に、始まる。1870年に、 ソロカバナ鉄道が建設され、1875年に開業すると村はサンパウロやサンタナデパルナイバ、ピラポーラド・ボム・ジェススを結ぶ交通の要衝となった。その後も発展を遂げ、1948年12月24日にサンタナデパルナイバ市から分かれて市政志向を果たした。1964年には市の一部がカラピクイバに編入され、 面積が3分の2になった。アズールブラジル航空、アイスエレトロパウロ、シエロ、レデカード、ダサ、ウォルマーとブラジルなどの企業が事務所を置く。バルエリを代表するサッカークラブはアレーナ・バルエリを本拠地とするグレミオ・バルエリである。2013シーズンの時点でセリエ C に所属している。二千六年女子バスケットボール世界選手権では市内のジョゼ・コレア体育館が 会場の一つとなった。ありがとうございます。